本日はこの贅沢シリーズの厳選したうなぎを刻み贅沢に使用したうなぎのおにぎりを食べたいと思います。いや本当に写真がこれは美味しそうですね。この味が味わえるのがちょっと気になるところなんですけど、まずはちょっと重さを測ってですね、どんなもんですかね。 115.62g なんで結構軽めですね。まあ、ちょっと、まあ、贅沢なんであんまり量は期待できないですけど、ちょっと味は期待しちゃうので、ちょっと断面を見たいと思いますね。ちょっとどれだけ入ってますかってとこですよね、これ。こちら、切ってみましたけど、あ、こういう風になってるんですね。普通に白米かと思ったら、うなぎのタレが染み込んだおにぎりですね。あの下の方にもちゃんとうなぎがいて、これはちょっと期待できるんじゃないですかね。どんなもんですかね。じゃあ早速このうなぎのおにぎりですね、こちらをいただきたいと思います。崩れちゃいそうですね。マジしてますけど、いただきます。うん、あ、これは本当に本物のうなぎって感じですね。あ、そうか、おにぎりだからタレがあんま使えないから、あらかじめご飯に染み込ませてるっていう作戦なんですかね、これ。ちゃんと、うなぎいきすぎ、味飯と、ちゃんとうなぎが入ってますからね。うん。いや、これは結構いいんじゃないですかね。まあ、かなりうなぎの味がするというか。まあ、このうなぎ自体はちょっと ちっちゃいんですけど、やっぱりタレが全面に染み込んでるんで、満足感もありますよね、こちら。走ってればちょっと下にうなぎが寄っちゃってるんでしょうがないんですけど。丸ごと食べればいいかなってところで。うん。これでこういうおにぎりですね。いや、タレの染み込み具合も絶妙ですしね。やっぱ美味しいですね、やっぱり。まあ、写真のようにタレはやっぱりできないんで、あらかじめご飯に染み込ませるっていう、あの、面白い、あの、テクニックというか、技があって、またそれもまた、いいアイデアだと思いますね。ということで、今回はこの贅沢シリーズの、厳選したうなぎを刻み、贅沢に使用したうなぎのおにぎりをいただきました。ご視聴ありがとうございました。